一度捨てました世の中へ帰って参って、苦しんでおります心もお察しくださいましたので、命の長さも嬉しく存じられます。天君は泣きながらまた、荒い磯影に心苦しく存じました双葉の松も、いよいよ頼もしい未来が思われます日に到達いたしましたが、ご聖母が我々風情の娘でございますことが、ご幸福の障りにならぬかと苦労にしております。などという様子に、品の良さの見える夫人であったから、源氏は、この山荘の昔の主の親王のことなどを話題にして語った。直された流れの水は、この話に言葉を入れたいように、前よりも高い音を立てていた。住み慣れし、人は帰りて、たどれども、清水ぞ宿の主がおなる。歌であるともなく、こういう様子に、源氏は、風雅を介する老女であると思った。いさらいは、早くのことも忘れじを、元の主や、思がわりせる、悲しいものですね、と、短足して立っていく源氏の、美しい鳥なしにも、天君は打たれて、ぼーっとなっていた。